今夜あのさんちゃんに彼女ができる？今まで見せたことのない素顔の連発にスタジオ騒然。もちろん今回も疲れちゃうトラブルの嵐。初めて訪れた彼女の家でどうなるさんちゃん。もうわけわかんなくて。何よもうちょっともう。初めてのお疲れパート3、さんちゃんの大恋愛スペシャル。さあ始まりました初めてのお疲れパート3。他所さんあのやるたびに下手くそなんて練習したんだけど分かんなかった。あ、そうですか。ごめんなさいね、申し訳ない。岡所さん、岡所さんだ。 やってたんでしょ。所さんと、所さんとやってましたけど、うんうんね、これは怒られないんですか？あんまりパイプないから怒られない。あんまり一緒に絡んだことがないから。さあ、それではゲストの皆さんご紹介いたしましょう。まずはゆうさんです。南海キャンディーズ山里亮太さんです。どうもよろしくお願いします。さあ、そしてもう一方、ミツバングローブさんです。よろしくお願いします。ミツバングローブさんね、ミツくんレギュラーやね、このコーナー。そう、だって2年ぶりですよ。2年ぶり。1回のほら仕掛け人で、うん、いただきます。ありがとうございます。ミッツさんの家まで初めてお使いをしてとんでもない目にあったあの日から早2年。あの頃のさんちゃんはとてもピュアだったが、最近芸能界の水に慣れきってしまい、かなり変わってきてしまったらしく、もうほんと今回はマジで問題作です。どういうことですか？サルちゃんはジャンボ鶴さん。ミツバングローブ、本当にめちゃイケメンバーも全く知らないさん中が言うということを、皆さんがイメージしているさん中じゃないさん中が今回出てしまうということを。さあ、それでは岡所さん、 VTR の振りをお願いいたします。わかりました。 VTR 書いて。この夏、連日の満員で大成功に終わっためちゃイケサービスエリア、その中でも一番の人気を誇ったのは、さん中食堂のさんちゃんショー。30分に一度扉が開き本人が登場。お客さんの前でオリジナルメニュー青い冷麺を作りまくりました。一般人からめちゃイケのメンバーになり早3年。思えば毎年夏は合衆国で働いています。さんちゃん、めちゃめちゃありがとうございました。でも今年はいつもと少し様子が違いました。なんというかショー以外の時間はちょっと元気がない感じ。ただこれにはさんちゃんなりの理由がありました。今年も始まったかってこと。50日間で何回ショーやるって言ったら777回やるんですよ、あそこで。もう持たないですよ、やっぱり。番組スタッフに愚痴りたくもなるほど猛暑の中休みなしでショーをこなすのはかなり体力的にきつい様子。日に日にさんちゃんの顔からはやる気が感じられなくなっていきました。そしてそれ以上にきつかったのは、去年も福徳さんとかバーベキューしようやって誘ってくれても全部行けなかったし、夏らしいことは全くしないですよ。できない、できないです、全然できないです。今後何年かできへんかもしれんで。これはよくありません。主役のさんちゃんがこんな精神状態では今年のお台場合衆国は大失敗に終わってしまいます。そこでなんとかさんちゃんにめちゃイケサービスエリアへのやる気を取り戻してもらうため、急遽ある作戦を実行することに。いつも通りさんちゃんがショーの準備をしに厨房に向かっていると、すいません、
いきなり顔に水をかけられてやや不機嫌ですが、すいません、ごめんなさい、本当ごめんなさい、最悪、私あれ本当ごめんなさい。大丈夫、むしろ汗かいたし。いやいや、本当女性を見つめるサンちゃんの表情。うわ、後ろも。これにはある理由が。声出したいですね。声出したい。声出したいです。サンちゃんはひと夏の出会いを求めていました。いや全然大丈夫です。最悪です。これは全然たまぬの。ごめんなさい、本当に。大丈夫。水をかけられるというドラマみたいな出会い方をした千尋ちゃんはサンちゃんのやる気を取り戻してくれるのでしょうか。新しく入った方ですか。今日からなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前何ですか。あ、千尋です。名前聞くのすごいね。いきなり積極的にアプローチするさんちゃん。今年23。ちょっと大きくなってんのよ、なんか。先生、2年。年齢を聞いて、さらに食いついてきました。なんか条件では、同い年。そう、さんちゃんの好きなタイプはしっかり把握してあるので。そうなんや。同い年？めっちゃ喋ってる。同い年いないですか今日。やっと。すると早くも携帯を取り出したさんちゃんは、連絡先とか交換します。連絡先？どうも。スライドとかに置いてきちゃって。でもちょっとたどたどしさがあまりにもなさすぎる。ドラマのように出会った同い年の女の子、恋の予感しかしないヒロインの登場でさんちゃんの熱い夏が走り出しました。完全にやる気を取り戻したさんちゃん、ショーにもいつもの倍力が入ります。皆さん元気ですか。めでちごめでちごめでちご。彼女のおかげでモチベーションは急上昇。うわっ、やっぱりお前石田純一か。これにもっと入ろうとしてたよ。あの笑顔で先ほど分かってくる。フレームイン山ピンの入り方。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。かわいい、さんちゃん。嬉しそう。さんちゃんかわいい。でもやる気になったのはいいけど、だんだん仕事よりも彼女といる時間の方が増えていって。かわいい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めちゃイケサービスエリアがオープンして約1ヶ月。これはジャルジャルがめざましテレビのロケで三中食堂にやってきた時のこと。言いなさいよ、ちゃんと。何出会いって。ドラマチックな出会いがあった。お父さんに言いなさい。ドラマチック。本当にもう言うわ。ドラマみたいな出会いを起こしたんですよ。奇跡が起きたんですよ。女の子が水に回ったんですよ。で、これ思いっくす、ブワーッ水回奇跡やな。いや、ほんま漫画みたい。奇跡や。これはドラマチックやな。自分の持ってたタオルで、耐えてますか、すいません、すいません、という感じで。僕と同い年のめっちゃ可愛い女の子は。同い年。同い年なんですよ、お父さん。わんされてる。それがあるから頑張れる。頑張れる。サンちゃんのこのじゃ感覚としては、向こうもサンちゃんに気やるんちゃうかと。え、今好きな子おるって聞いたんですよ。じゃあ、ちょっと気になってる子がみたいなこと言ったんですよ。おお。で、その気になってる子って、どこでバイトしてんのって言うんですよ。合宿国って聞いて、わかんないみたいな感じで濁されたんですよ。かわいかった。
女子みたいな女子。仕事にやる気が出るように投入した美人バイトでしたが、これ以上好きになってしまうと逆効果。というわけで早めに次の作戦を実行します。お待たせしました。よろしくお願いします。テレビガイドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビガイドのおじさんです。はい、これはサンちゃんの休憩時間を利用したテレビ誌の取材。汗もこうかきながらで30分おきにこうやられて、30分に一度、はい、3分半の、はいはいはい、あそこでやってます。するとその時窓の外にあの子の姿が。いや本当ありがたいです。本当にあそこまで集まっていただいて、はいはいはい、お客さんとついつい取材よりも外が気になっちゃうサンちゃん。すごいね。あ、そうなんですか。とそこへ別のブースで働くバイトの男性が。目の前の信じられない光景に思わず固まってしまったサンちゃん。取材やね。はい、はい、取材かなり仲の良さそうな2人の距離感にサンちゃん気が気じゃありません。さらに目細な距離だ。そういうインパクトはありますよ。そういうことでいいかなっていうこれが自分の好きな人が違う男とイチャイチャしてる。これはイチャイチャやな。取材中やろ。これはショックや。これやばいぞ。そしてついに。いやいいね。うわ。いったぞ。おっさんが泣いてよ、ベイビー。サンちゃんショックすぎてもう取材どころではありません。彼女の背中がにじんで見えます。泣くのか。生まれて初めて恋人ができるかもと浮かれすぎた自分がバカだった。これ関係ないやろ。これ関係ないで。あれドッキリちゃうから。めちゃけ関係ない。その翌日、まだ傷の癒えないサンちゃんが休憩中の控え室に、ゆるキャラのシンディ君が戻ってきました。もちろん普段はバイトの子が中に入っているのですが、なんと中には見たことのない可愛い女性が。再びドラマのように出会ってしまったエミちゃんは、サンちゃんの仕事へのやる気を取り戻してくれるのでしょうか。ロングタウン行ってみます。今日からちょくちょく、はい、はい、よろしくお願いします。ついチラチラ見てしまうサンちゃん。女優さん志望でアクションちょっとやりたいからっつって、はい、いやなんか最初全然喋ってくれなかったんで嫌われてんのかなと思って、ちょっといきなり脱がしてくださいとか言ったんで。びっくりした。失礼。確かに。でも私そんなやってないですよ。嫌われてる。本当ですか。どうなんでした。昨日の落ち込みようが嘘みたいなテンションです。こうしてサンちゃんの熱い夏が再び走り出しました。めっちゃ暑い。大丈夫、早く早く。今日は重森さんが別の仕事でサービスエリアに。めっちゃ可愛いでしょ。ほら、うちの事務所に入ればいいのに。ほら、やっぱり。びっくりした。ねえ。彼氏いるんですか。彼氏ね。やる。仕事そっちのけで浮かれ始めたサンちゃん。ならば今回は早めに次の作戦へ。
はさ、さっちゃんにプレゼント買ってきたよ。誕生日やったやんか。いい、好きになっちゃうものもらう。好意がないと物くれないんです。よく人に囲まれてしまうというさんちゃんに、おしゃれに変装できる帽子とメガネをセットでプレゼント。やっぱり嬉しい。似合う。絶対おもあみちゃん何かさして。誕生日。来週やね。来週の日曜日かな。え、でもお祝いしてほしい、さんちゃんに。全然やりますよ。ほんまに？あみちゃんのリクエストでお返しのプレゼントを買いに銀座へ。銀座は。アミちゃんが前からどうしても欲しかったものがあったというお店を探します。あ、あった、ここや。うん、ああさき、あさき知ってる。いや怖いわこんなの。創業68年の戸崎は真珠を中心にさまざまな宝石を取り扱う超高級店。こちらへどうぞ。うわ、でもなんか香港の金持ちみたいに見えてる。香港の金持ち。すげえ。なぜかビップ専用の個室に通したね。彼女さんのプレゼントですか。いや、彼女。あ、まあ、はい、はい、彼女です。いいですね。はい、ウェルカムシャンパンと高級チョコも出てきて。お酒飲まないのちゃうのか。いや、クはもう無理して、もう一杯だけ。シャンパンやから、いける、大丈夫。そして失礼いたします。わ、これ、うん、こちらになりますかね、先ほど。あ、これです。めっちゃ可愛くない。ルビーが散りばめられたハート型のネックレス。気になるお値段を。こちら58万8000円。かわいい。58万。どうさんちゃんこれ。いやいや、もうすごいいいです、ね、似合いますか。似合いますか。うん、似合う、すごい似合って。ほんまに、めっちゃかわいい。すると店員さんが。あと他にもこちらですね。わあ、わあ、すごい。同じこちら、ハートを使ったのです。どう見ても高そうなダイヤモンドのネックレスも。ああ、どう？いや、すごい似合う。すごいやんな。やばないこれ。顔が明るく見える。ですよね。てかキラキラ。好きな人とかね、もらったら嬉しいですよね。ですよね。かなり好評でして、もう残りが1.7となっております。人気ですか、やっぱり。人気ですね。とはいえ、一番気になるのは。いくらなんですか、これで。こちら、の商品120。20。さんちゃんの今の給料では、到底手が出せないお値段。すごい。かわいい。な、かわいいな、ダイヤモンド。かわいいけどな。思わず油汗が吹き出るさんちゃん。こちらがお好みですかね。ダイヤ見ちゃうと、やっぱこちらめっちゃ可愛いです。その時、ちょっとすいません、さんちゃん電話。どういう展開。すいません。あ、アミちゃんが席を外すと、さんちゃんが180ですか。こうやってBパスとかできるんですか。まさか買う気なの。5分割ぐらいから20月。さようでございますね。ダメよダメよ。もしあれでしたら、あの若い方に特にお勧めしているサービスがございまして、こちらがあの最大今60年ローというものをやっておりまして。はい、さようでございますね。どんなんて組んだことのないさんちゃんはもちろん気づきません。いただきますと、月々1500円弱になりますかね。月々1550円。ちなみにさんのことも今おいくつでいらっしゃいますか。今23です。23歳でしたらちょうど関西は83歳。83。
悩むさんちゃん。最後の1個なんですよね。ございますね。これこっちだと800。最後でございます。そちらだと830円ほどになりますね。でも妥協したくないしね。悩みに悩んだ末、さんちゃんは。どうした？ちょっと消したでした。決断した予感。アミちゃんが欲しがったダイヤモンドのネックレス、お値段はなんと126万円。買うのか買わないのか、果たしてさんちゃんの結論は？じゃあアミちゃんこれ買おう。いい。買おう。めっちゃ嬉しい。ほんまに？126やで。待って、買います。じゃあ、嘘でしょ。さんちゃん、かっこいいところは見せたけど、月々1500円のローンがこのあと60年続きます。でも、これはもう運命だなと思って、アミちゃんと出会ったことも全部運命だし、したこともどこでそんなセリフ覚えたの。でもちょっとかっこいいこと言って、そこまで考えてて、彼女ちゃうからな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アミちゃんは今からもう一つのバイトらしく、え、ほんまにごめんな。いいよ。え、これありがとう。名残惜しそうなさんちゃんを残してアミちゃんは駅へ。え、あ、そう。どこ？さんちゃんありがとう。あ、でも大丈夫、もう駅そこやから。ほんまに、うん、ここでいいで。また連絡するな。うわー、ありがとう。ありがとう。大好き。バイバイ、ありがとう。いやいや、嬉しそうにアミちゃんの背中を見送るさんちゃん。大好きで OK になっちゃう。そして翌日、合衆国のオープン前。はい、おはようございます。アミちゃんが所属する着ぐるみのバイトチームの朝はボスが仕切るミーティングから始まります。あ、ボスおはようございます。あ、ちょっとごめんね。ちょっとこれ、あ、指示書と明日からのシフト。はい、明日からしね。アミちゃん辞めた。アミちゃん辞めたんすか？昨日の夜連絡が、電話が入って、はい、で、実家の山形に帰りますって。実家の山形？俺も関西。いや、なんかめっちゃ話しやすいですね。あ、ほんまですか？多分関西なんで、はしゃべりやすいでしょ。いや、僕もめっちゃ話しゃべりやすいです。あ、ほんまですか？そこまで巧妙に。本当ですかそれ？あ、いやだって、あれだぞ、結婚してて別れた旦那さんと3年ぐらい大阪で住んでて、旦那、うん、子供も一人いるから。あれ、それ知ってる。気持ちなんすか？とりあえず昨日の夜連絡かかってきて、まあちょっとお金がとりあえず入ったから、お金まで何で帰りますよ。じゃあ、みーちゃん買おう。ほんまに？うん、ほんまに？え、いい？買おう。めっちゃ嬉しい。ほんまに？126やで。あと頼むよ。こうしてミーティングが終わり、はい、え？は？は？怖っ。ちょっと待って、昨日125万のネックレスプレゼントしたよ。何？95万のネックレス。大好き。バイバイ、ありがとう。ドラマのワンシーン。証言ないって。そこに現れたのは、さんちゃんが一番仲のいい AD さん。誰に打ち明ければいいのかわからないこの気持ちをとりあえずぶつけてみます。詐欺だったんですかね。詐欺だったんですか。
いや全然だから詐欺やな、騙されたから詐欺だよ詐欺だよお前給料で払えるんだよ、いわゆる詐欺だよ。家の契約とかもあるって。家の契約ってあるんですか。マンションの契約更新なんですよ今年。ああ。しかしどんなに大変な時でもショーの時間がやってきます。どうしようか、何でしょう、ショー最悪の気分で自分の仕事場へと向かうサンちゃん。お客さんは知らんからな、そんなこと。そうそうそう、関係ないから気をつけろよ。前半部分でしたけども、まあいろいろとありました。これで前半ですか。前半です。いや見応えありましたよね。まあちょっとまあめちゃくちゃメンバーとかいろいろ言いたいことあると思いますけど、まずゆうさんこれ見ていかがですか。ここまで普通になんか、騙される V とかを見てるっていうよりは、警察とかでこういわゆるこういうことが最近ありますから、なんかこう教習所で見るみたいな。いやもう本当にすいません。いや三中君、僕もねあの施設は全部一緒に引っかかってるよ。ありがとうございます。しょうがない、やばい、隣出て私がって言うと、いやゆうさんやっちゃうんですよ。あのね、笑ってる人はみんな免疫がある人たちなんですよ。リクエスト買ってまう126万でも126万即買いです。好きやすけどこれだけのもの買ってあげたんだから、もうこれから付き合ってくれると思うもんね。いやもう絶対に付き合えるって思ってました。それよ、だから本当に恋愛しちゃった時にいろんな危険をはらんでるわよ。なるほど。ただ本当すぐ好きになっちゃう。そうだね。だってあの一人目の子から1週間しか経ってないやない。あの切り替えはちょっと早いのも、だから逆に純粋なんだなと思って、こう女に対しての猜疑心とか懐疑心みたいなのが一切。だからあれどうなるか、一人目の失恋の後に僕電話かかってきたんですよ。あの好きって言ってた子が目の前でキスしたんですよって電話かかってきて、で次の日に会ったらもうさっきのアミちゃんのツーショット写真を携帯の待ち受け画面にしてた。めちゃイケ赤 DVD を購入した西さんへの出題です。2007年岡村隆史が EXILE ライブに参加するにあたり、いいパフォーマンスをするためにヒロさんから命じられたこととは何でしょう。いいパフォーマンスをするためですよ。はい。それでは西さんの答えを見てみましょう。こちら。まあ。勝慎太郎みたいです。消しました。ラストの。ほんまにラストですこれ。ラストのタバコを消しました。はい。やめました。今日から一切合切すいません。まあ間違いではないんですが。うさんくさいプロデューサーみたいで嫌ですよね。あ、歯って何ですか。今思い出します。せやわ絶対。めちゃイケサービスエリアも残り10日余りが、さんちゃんの仕事へのやる気はまたしても人に戻ってしまいました。好きになった女性2人から立て続けに裏切られ、さんちゃんもう今年の夏は立ち直れないかもしれません。ありとあらゆる不幸に襲われ、もう踏んだり蹴ったり。さすがにサンちゃん、これ以上女の子と関わるのはもうたくさんなんです。よかった。すいませんでした、さっきごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。小泉恵理子って言います。すいませんでした。するとその時、すいません。そうなのよね、ごめんなさい。
5時で。ドラマみたいにメガネを取ったら実は美人のエリちゃんはサンちゃんの仕事へのやる気を取り戻してくれるのでしょうか。ほんま大丈夫です、ドジなエリちゃんを優しく気遣ってあげるサンちゃん。こんな出会いから数日後、ほぼ毎日来るから、すっかり仲良くなってバイトをサボる二人の姿が。そうなんだ、うん、ありがとう。ダメだやっぱり。自分よりドジなエリちゃんはまさに守ってあげたくなるタイプ。素朴で真面目な彼女の人柄にサンちゃんはどんどん惹かれていきました。彼らは風が来ない。それから1週間、二人の仲は日に日に深まっていき、そして、かわいい看板。このお店はガリタ食堂でも紹介された麻布十番の居酒屋さん。今日はエリちゃんたっての希望でサンちゃんが連れてきてあげたんです。本当に出会いはあそこはしたのかな。だけどびっくりはしたけどな。でも今ほんまにあの時のことがあってよかったと思う。ほんまに、むしろそれも頼むからって会えてご飯が食べたりできるからほんまによかったと思ってる。ごめんね、私同時で。うん、優しいね。ほんまに、いや、そんなにでもそれ。みんなにそんな優しいの。なんでなんで、なんか、いや、みんなに優しい、みんなに優しいのかかりにくい。私だけに優しいさんちゃんがいい。いや、じゃあ別に、うん、前の二人はもしかして、三度目の正直すると、はい、いい雰囲気のところでエリちゃんの携帯に着信が。ちょっとごめんね、うん、もしもし、あ、お疲れ様です、小泉です。今ですか。今さんちゃんとご飯食べてます。え、いや、え、やばいやばい、今ですか。やばいよ。あ、もしもし、もしもし、やばいよ、やばいやばい、この顔今年3回なんか怒るで。何切れちゃう。誰、ガリタさん。え、なんで。なんか聞かれてめっちゃ断ったんだけど、なんかさ、怖いじゃん、ガリタさんって。サンちゃん、テンションガタ落ちです。ライバルガリタさん。仕事に関しては人一倍厳しいカガリ P。 サンちゃんはよく怒られるので、こんなところを見られると。帰ろうか。え、でも今サンちゃんといるって言ったから、うん、大丈夫だと思う。ちょっと食べよう、急いで。かがり P が来るかもしれないと思うと、食事も喉に通らなくなったサンちゃん。二人が連絡先を交換していたこともかなりショックだったみたいです。するとそこへかがり P が現れました。どうした。おはようございますわ。ございます。何その顔。あまりの気まずさに声が出ません。お邪魔。やっちゃいます。お邪魔。あらら、ちょっと怖いな、怖いな、怖いな、怖いな。何で二人で飯よく行くの。初めてですけど、いや、今日私がどうしても食べたいって連れてきてもらったんです、うん、じゃあ三中が誘われた形だ。はい、うん、こんな可愛らしい子だね。はい、可愛いでしょ。はい、可愛いです。その時エリちゃんがトイレに立ちました。サンちゃん、カガリピーとエリちゃんを巡っての1対1の男の勝負です。たまたま近くにいたからさ。付き合ってんの。付き合ってない、全然。これはじゃあよかった。何ですか。
ん？何ですか？気になってねえな。小泉さんのことがね。マジプロデューサー。そんなことが濃くてないって言うんやったら、じゃあ俺行くわ。お母さん結婚するんですか？結婚するかって言うの？いや、付き合ってんやったら俺別にそんな物理なことせへんけどさ、バリバリ仕事してバリバリ恋をするっていうのをね、2013年のテーマにして強引なかがりフィーに押されっぱなしのサンちゃん、このままだとエリちゃんを取られちゃう。よし、もう一件言いましょう。よし、どこ行ってんすか？分かんないけど、まあなんぼでも店はあるから。エリちゃんはサンちゃんに守ってほしいみたいだけど、やっぱりカガリピーのことがサンちゃんはとても怖いみたい。ごちそうさまでした。じゃあ、うん、じゃあ行こう、小泉さん。まさか2軒目は2人で？どうでした、田中？どうする？このままだと一人で置いてかれちゃう。それでエリちゃんが、ほら、あ、しょめろっすね。彼女は出してんじゃん。ちょっと待てる？1時間ぐらいですぐさ帰ってくるから、お願い、すぐ帰ってくるから。1時間もかけない、すぐ抜けてくるから。結局一人置いてかれちゃったサンちゃん、二人の後ろ姿が夜の街に消えていきます。サンちゃんは後悔していました。なぜあの時エリちゃんを引き止められなかったのか。小泉エリコって言います。すいませんでした、本当に。ごめんなさい、すいません。夏の終わりに出会った素朴で真面目な彼女が今、カガリピーと一緒にいる。もしもし、サンちゃん。はい。サンちゃん、さっきはごめんね。今から会えないかな。え、カガリさんは？ガリタさんはね、もういない。ああ。ちょっと、今から会えないかな。今どこにおんの？家なんだけど、来てくれる？ちょっと、住所メールするから。最初の二人にはひどい裏切られ方をしたけど、エリちゃんだけはきっと信用できるはず。サンちゃん、複雑な気持ちで彼女の家のチャイムを鳴らします。はい。ありがとう、サンちゃん。うん、入って。ちょっと散らかっててごめん。いいよ、全然。いい男前。ありがとう。さっきごめんね、本当に。いい、全然。女性の部屋に生まれて初めて入ったサンちゃん、いろんな意味で落ち着きません。すると。そうかも。どう思ってる、私のこと。どうする？鼻息荒くなってる。サンちゃんは思い出していました。そんなこと濃くてないって言うんやったら、じゃあ俺行くわ、じゃあ俺行くわ。カガリピートはあの後どうなったんだろう。振り向かまだ自分の気持ちがまだ分からんねん。あら、あ、え、うん、どうしたの？なんで？でも私は、うん、サンちゃんのことが好き。割れたよ。本気よ。ちょっと待ってだから。ちょっと。タッチした。違う。ガリタさんがね、急に私もう訳わかんなくて。何よ。そんなこと濃くてないって言うんやったら、じゃあ俺。まさかカガリピーが
彼女をこの部屋で無理やり。ちょっともう、あの、ごめん、見て。ですね。あれやっちゃった。怖かった。怖いよ。めっちゃ怖かった。急すぎて分かりやすい。すごいですね。刺さってるよね。怖すぎる。これ。カルトやん。刺さってる。これかな。あれ黒ひげ黒ひげみたいな違うどれやどれがすごいどれこれかバーンあれだねこれだったんだこれだったんだあびっくりしたすごい恋したよなこの2ヶ月ぐらいですごい3回それ3回 3回も恋したはい彼女含めて3回彼女含めて33人も好きになった、はい、すごいなお前マイケル・ダグラスやなタイガー・ウッズやなもうないや、ね、じゃ全部嘘なんですか何が今までの全部嘘なんですか全部嘘1人目の子もです1人目の子もキスしてた子もうんそうや3人ともやだからじゃあの騙した子もですかそうや全部嘘なんですか全部嘘全部嘘というか全部ドッキリやかな全部回ってたよ。うん、本当に。ちょ確認させてもらうけど、本当にお付き合いできると思った？ちょ調子乗ってなかった？まだ調子乗ってました。でもちょっとやっぱりあの正直こうねオーディションで受かってですよで、まあ、めちゃイケが好きで、まあ、僕のことも好きでいてくれてね、ありがたいなと思ってたけれどもちょっと違うなあ違うなあ違っちゃったな、まあ、せっかく意味もちょっと違ったかなっていう感じがしていますどうすればいいですかジャージ脱いでくださいおあ青ジャージなんか最近ずっといや僕のイメージカラーの青で僕のジャージなんでってお前言うけどそれ俺のレプリカや俺のジャージだからめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしましたちょっと今回のそのサービスエリアでもちゃんとしっかり仕事したって言えますかいや、できなかったです、ねはい、こうやって、まあ、ドッキリありましたけどそう女の子にね、うつつ抜かして、ね、そういうこともありましたからさんちゃんね明日からなんですけども足柄に行ってもらいますえ足柄はい足柄はい、そうなんです足柄足柄足柄はいこれ気に入って笑って先日エスパー伊藤が食べ残した激辛ソフトクリームは実はお台場合衆国の人気コンテンツめちゃイケサービスエリアの未来を予告していた実はめちゃイケのサービスエリア合衆国でやってますけど、はいはい、あれのほんまもんが足柄にできますできるんです足柄サービスエリアにそのまま足柄サービスエリアがめちゃイケサービスエリアになりますそこに行きましょう足柄のそのめちゃイケサービスエリアの支配人え、僕ってことですかえで、まあ、ずっとですから足柄に住んでもらえません住み込み反省するときは大体山行った方がいいよ、はい、
全然やめる。ヤバはもうお寺がいいんだけど。マンション契約更新しましたよ。はい、マンションの契約更新しましたよ。それはもうやめましょう、大至急。ええマンション依頼人だもん、引っ越さん。そうですよね、足があれでまただから探してくれるわ。本当に住むんですか、そこに。急に興奮しなくて。頑張れ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 依頼人、頑張れ。こうしてそのまま来週末のオープンに向けて早速足柄に連行されるさんちゃん。頑張れよ、すごい。もしだからね、足柄ちょっと寄る人おったら、うん、ちょっとね、さんちゃん頑張ってるんで、うん、寄ってあげて、ね、みんなでチェックしてください、ね、さんながどうなってるか、いい顔してるか、うん、ちょっともっと悪い顔してるか。めちゃイケてやっぱ怖いなって思いました。
for myself. I don't wanna share you with nobody else. I can't help myself. Reaching for you, but you're looking somewhere else. Wanna tell you that I need you.